はい、お金の育て方企画で今回もやっていこうと思います。今回はですね、前回宣伝した通り、ショートについて、基本的なことから、いよいよ教えてもらいたいなと思っております。まあ、我々、今まで結構ね、どのコインに入るかとか、いろんなコインの種類があるとか、そういう話はいろいろしてきたんですけど、ショートについては実はそんなちゃんと教えてもらったことがなくて、自分もモッチーも、まあ、もちろん概念とかは分かってますし、ただ自分もショートってあんまりしないというか、使いこなせてないんですよ、全く。怖いですし。で、ちょっとそこら辺について基本と、まあ、クリプトですね、仮想通貨に関してショートってどうなのみたいな話を、教えてもらいたいなと思っています。はい、よろしくお願いします。お願いします。もっちもなんかショート教えてくださいってなんか前言ってましたよね。ショートしそうたでいっすて。ね。なんかここ最近やっぱちょっとあんまりいいニュースなくて、なんか上がる感じもしなくて、もうちょっと下がるかなって思った時に、なんかショートしてみようかなと思ったんですけど、やっぱなんか概念分かっててもしたことないから、ちょっとなんか怖いっていうのもあるし、なんかショートってやっぱした方がいいのかどうかもちょっと分かんないなと思って、結局まだしなかったので、なんかそのあたりを聞けたらなと思いました。じゃあ、ヨーロピアンさん、ちょっと我々ショート初心者に結構簡単なことから教えていただけるとありがたいんですが、よろしくお願いします。そうですね。まあ、簡単なことからっていうのである、言うと、まあ、まずそのショートの概念からだと思うんですけど、基本的には日本語だと、まあ、空売りって言われることが多いんですが、まあ、いくつかクリプトの世界だと、このショートができる商品っていうのがいくつかあって、で、一番メジャーなやつが、まあ、今日本人はアクセスできなくなっちゃいましたけど、偉大な取引所、ビットメックスという取引所がああ、ビットメックス。開発したパーペチュアルスワップっていう出た。商品なんですね。先物なんだけれども、生産日が存在しないっていう、まあ、日本語だと無期限先物って言われてるやつで、先物商品って基本的には、まあ、デリバティブなんで現物を売買しないんですね。現物を売買しないんで、現物の価格を参照価格として、買ったり売ったりをするっていう商品なんですけど、無期限先物でもそれは同じで、現物の価格を参照しながら、例えば現物よりも先物の方が高くなりすぎちゃった場合に、ファンディングレートって言って、まあ、資金調達率って日本語だと訳すんですけど、まあ、現物よりも高いところでロングした人には、まあ、ショートポジションを持ってる人に対して、まあ、ペナルティみたいなものを課すって、逆にショート側はそのペナルティを受け取れるみたいな、そういう仕組みにすることで、比較的、というかまあ、うまく現物とリンクするように作ってある商品なんですね。で、これがすごくですね、画期的というか、まあ先物って結局生産日があるんで、その生産日にはポジションが強制的にクローズされちゃいますし、逆にその生産日から遠ければ、その現物の価格と完全にリンクするわけじゃないんで、ちょっとなんか概念が理解しづらいとか取引しづらいっていう人が結構いたんですけど、この無期限先物はそういうところがなくて、かつ先物みたいに、ポジションを、ロングでもショートでもどっちからでも作れる上に、まあ、レバレッジもかけられるということで、まあ、すごい爆発的に流行ってですね、このビットメックスのパーピチュアルスワップをパクった商品がクリプト界に溢れたと。で、バイナンスにも今ありますし、バイナンスフューチャーって名前でありますし、あと FTX とか OKEX、フォービーとか、まあ、いろんな取引所にこのパーペチュアルスワップってやつは採用されてます。日本だと、まあ、ちょっと若干違うんですけど、まあ、多分、魂が同じやつが、ザイフの AIFX ってやつがあって、まあ、これ久しぶも、りに聞きました、なんかエアフェクこれス。も一応多分パーペチュアルスワップを真似したかったやつなんですよね。真似したかった。真似したかったけど、真似しきれしなたかっかったんですか？ なんか差がまあ、いろ分かいらろないんです若けど。干、そう、差異があるんで、完コピじゃないんですけど、まあ、世の中、海外取引所は結構完コピに近いやつがいっぱい出てて。で、まずはこのパーピチュアルスワップから、ショートポジションを取るってことを 学ぶのがないいるほど。かなと思っていて。で、モッチーの、
持ってる取引所を持ってるとか、口座を作ってる取引所だと、まあ、バイナンスか FTX ですかね。うんうん、はい。このあたりで多分やるのがよくて、うん、まあ、今回の例は FTX で、まあ、実際にポジションをちょっと持ってもらった方がいいと思うんで。うん、そうですね。なんか、はい、いまいちやっぱり無期限先物っていうののなんかイメージがまだちょっとあまりつかみきれてないので、うん、実際に取引してみたいです。じゃあ、ちょっと画面見ながらやりましょうか。開いてもらっていいですか。うん、はい、じゃあ、もっちちょっとログインしてもらって。ちなみに、じゃあ、もっちが準備してもらってる間に、自分が聞きたかったのは、日本だとビットフライヤーのライトニングとかあるじゃないですか。まあ、ちょっとややこしいんですけど、うん、FTX、はいはい、FX ですね。ビットフライヤー FX ライトニングって言ってるのかな。はい。ですね。はい。あれは、パーペチュアルスワップと似てるけど違うものなんですか。似たようなことはできる、ね。似てもないですね。似てもないあれは。違うっていう感じ。あ、じゃあ、また全然ショートの仕方とかも、あれは違う。感じやらなくちゃいけないってことですね。なんか、触った感じは一緒なんですけど、うん、あ、そもそも現物価格とリンクしてないっていう、うんうん、あの、その現物との価格乖離が 5% を超えるまでは、うん、何のリンクもしないっていう仕組みになってるんで、うん、そこが違うって感じですね。うん、現物感覚で売買しようとすると、あまりの価格の違いに面食らうと思うんですけど、うんうん、ただまあ、それ以外は確かに、近すぎて近しいですね。うん。なるほど。うん、まあ、ポジションの取ってる感じとかは近いっていう。うん、まあ、とりあえずポジション作ってもらうんですけど、今も開いてもらってますけど、うん、はい。じゃあちょっとやってみましょうか。一番流動性のある BTC からいきますか。で、はい、今開いてるリストの中に BTC-PARP って出てると思うんです。そうですね。それがまさにパーペチュアルスワップの略称で、うんうんうん、FTX 内では最後にパープってつけば全部無期限先物であることを指します、うん、これでも怖いですね。こうやって普通に探してこうやって出てくるのに現物じゃないってことですもんね。そうですね、はい、うん、確かに分かりづらいですよね、最初の方は。分かりにくい。あとで FTX に怒るってやつもやってください。で、ここの右に出てると思うんですけど、情報がまずインデックスプライスって何やって話で、うんうん、これは現物価格を指してます。現物って言っても、どっか一箇所の現物価格じゃなくて、いろんな取引所の現物の価格を全部参照して、計算式に当てはめて、まあ、重み付けと、まあ、重み付けですね、過重平均を取ってて、まあ、まあ、大体今37,884ドルだろうとかっていうのを出してくれてます。うん、だからこれは、うんうんうん、FTX 内の現物価格と完全に一緒ではないことが多いんですけど、うんうんうん、まあ、それは正常です。うん、で、次に、重要なものは、まあ、マークプライスって言いますけど、まあ、これは、まあ、そんなに重要じゃないんで、うん、まあ、気になったら後で調べてください。あとは、オープンインタレスト。これはね、縦玉数で、ごめんなさい、ちょっと今大きくしました。まあ、大丈夫です。オープンインタレストはですね、縦玉数で、今、この BTC パープでポジションを取ってる人たちがどれくらいいるか。ってか、人たちっていうか、立てられてるポジションの総量ですね。うん。だから21,008BTC 分のポジションが今、この FTX の BTC パープで立てられてると。うん、え、めっちゃ立ってますね。レバレッジがかけられるんで、そんくらいポジションができるんですよね。で、あとは誰かが、そのロングポジション作ったら同じだけのショートポジションが反対側でできるんで。うん、そうか。はいはい。必ずロングとショートは同数になります。先物の中だと。うん、で、あ、まあ、それ以外の情報はまあ、現物とかと一緒な、一緒じゃないですね。ネクストファンディングタイムっていうのがありますけど、あ、はい、これはさっき一瞬説明した、例えば値段が現物より高い状態でロングしてる人に、ペナルティを与えるみたいな仕組み。まあ、逆もありますね。安い時にショートしてる人とかにもあるんですけど、そのペナルティを徴収するタイミングっていうのが、次は21時だよって言ってます。1時間ごとなんですね。FTX の場合は。うん、で、元祖であるビットメックスは8時間ごとでした。うん、で、まあ、その名残もあって8時間ごとってところが多いんですけど、うん、FTX は1時間ごとに細かく徴収するようになっていて、うん、僕はこの方がいいと思うんですよね、仕組み的に。よりでも、じゃあ現物に近い
価格になりやすいって感じですね。そうです、そうです。逆転近い価格になりやすいし、まあ、実際そうなってるはずです。うんうん、で、今、板、買いた売り板が見えてると思いますけど、これは本当に現物売買と一緒なんですけど、うん、特徴は、現物を持ってなかったとしても、USD を証拠金にして、うんうん、売買ができる。っていうか、ポジションを作れるっていうことですね。うんうん、で、今、ロー USD コラテラルっていう警告が出てると思うんですけど、モッチーのこの口座に USD がほとんど入ってない。800枚ぐらい入ってますよ。800ドル？今ならローなのかな。ちょっと、ウォレット見しますですか。念のため。ウォレットに行ってみてください。ちょっと名前が、ごめんなさい。ああ、833、確かにそうですね。これはあれですね。FTX 的には800ドルはローだという。ちょっとめっちゃ恥ずかしいですけど、そうなんだ。資格なし。FTX に下級市民判定されてしまってると思うし、資格なしではないですけど、あんまり大きいポジションを取れないよっていうことです。ああ、でも、試すことはできるんですか、はい、あと、実は、USD 以外も証拠金できるんですけど、うん、他もないね、まあ、今入ってないです。BTC があるんで、まあ、BTC がなってるって感じで、とりあえずちょっと。BTC めっちゃない、全然ないです、ね。うん、本当だ。200ドルもないですけど、とりあえず戻っていただいて、うん、じゃあ実際ショートポジションを取ってみましょう。なんかもう相場感もクソもないですけど、すごいちっちゃい。試してみて。うん。額で立てればいいんで。こんな感じで。はい。はい。じゃあ、とりあえず右のペインでセルに切り替えてもらって、はい。はい、で、まあ、適当な価格を、まあ今入ってる数字のままでもいいですけど、はい。売り価格入れて、で、アマウント、うん、数量ですね。これマックスにしたら、マックスにしたら多分一瞬でロスカットされる可能性があるんで、まあなんか控えめに数百ドルぐらいにしていたり、まあ1000ドルぐらいか、一定1000ドルとか、うん、じゃあ1000にしてみよう、はい、0.72 アカウントでさ、0.0263BTC、うん、でポジション立てることになるんで、はい、これじゃあ売りのボタンを押してください、はい、下にスクロールして、うん、はい、これでもういいんですね。このマックスアカウントレバレッジとかは無視していいんですか？はい、ああ、それは、要するに自分を制御するためのやつで、一回高いレバレッジでやっちゃわないように、このアカウントではこのレバレッジまでしかかけられませんっていう、自己ポジション管理のための制限で、別にこれを100とかにしても、自分で立ててるポジションがちっちゃければいいってはずで。あ、本当だ。高くしようとすると小規化って言われる。大丈夫？ただ50倍以上にするとちょっと余計に手数料を取るぞっていう警告があります。だからまあ50倍以上にする意味はないんで、マックス20倍ですね。20倍がいい。マックス20倍、うん、はい、これ今20にしたじゃないですか、はい、レバレッジ20かかってるわけじゃないんですよね。じゃないです。これ要するに最大レバレッジなんで、うん、その立ててるポジションのレバレッジってモッチーの口座に入ってるお金と、うん、この今入力しているアマウントの割合で決まるんで。あれ、そっかそっか。最大レバレッジっていうのは、モッチが取れる最大のレバレッジの制限の話なんで。うん、あ、なんかすごい、そっか、私勘違いします。さっき800しか入ってなかったのに、これ1000って入れてますもんね。そう、だからこれちょっとレバレッジかかってるんですよね。あ、本当だ。だけど、まあ別に大丈夫です。はい。大丈夫です。全然。このプライスで大丈夫かな、うん、まあ、別にプライスはどうせ今3万8000ドルとかなんで、3万8000とかで約束すると思います。はい、じゃあ売ります。はい、やってみましょう。そうすると多分即時約束すると思うんで、今チャート上にですね、この FTX で親切なんで、チャート上にあなたがどこでポジション取りましたって出るんですよね、うん、でチャート上にショートあ、これか。本当だ。0.0263のショートポジション、ここで取りましたよってのが出ます。へ、うん、ってことなんで、ここで売ったってことは、ここより低いところで買い戻すと利益が出る。うんうんうん、ってことでもあるんですよね。うんうん、なんで、まあ、ほんのちょっと利益欲しかったら、まあ、今、ポジションが多分下に出てると思うんですけど、下にスクロールしていくと、画面の下です。ごめんなさい。その下。はい、FTX って結構見づらいよね、うん、これ。このポジションズっていうところに、うん、あなたのポジションが出てて、
で、マーケット BTC パークサイズはショートですよ。ポジションサイズが 0.0263 で、うん、ドルで言うと1000ドルぐらいのポジションになると、うんうん。で、エスティメイテッドリクイデーションプライスっていうのが、その右ですかね。EST、うん、リクイデーションプライスって出てるんですけど、うん、これは、113,180ドルまで BTC が高騰するとあなたのポジションはロスカットされますよっていう意味です。うんうんうん、だからまあ今は38,000ドルで11万ドルとか行くことはまあまずないんで、うん、このポジションはまあまずロスカットされないポジションです。なるほど。で、PML っていうのが今の自分のポジションの含み損益。で、その右のアベレージオープンプライスっていうのが、まあ、ショートポジションってどんどん積み足していくことができるんで、まあ、アベレージっていうのは変化するんですけど、うんうんうん、とりあえず今38,026ドルでポジションが立ってるってことですね。うん、はい。で、まあ、ブレイクイーブンプライスっていうのは、まあ、トントンになる価格がいくらって話で、うんうんうん、まあ、38,026ドル取ってるんで、まあ、同じ値段ですね。ってことで、ちょっと基本的な質問なんですけど、ロスカットされるって話があったんですけど、はい、このリクイデーションプライスまで行ったら、ここで言うと113212ってやつですね、今。はい。で、そこまで行ったら、モッチーが最大失う金額って、このアカウントにどこまで失うんですか、ね、全部。今の状況だと。このアカウントに入ってるやつ全部。サブアカウントに避難させてれば別ですけど、うん。ティープスってサブアカウント機能っていうのがあって、そのアカウント内で、うん、お金を仕分けできるんですよ。あ、なるほど。そんな機能があるんですね。はい、そうすると、仕分けしてる他の部分には影響を及ぼさないんですけど、このメインアカウントに入ってるお金は全部いきます。うん、なるほど。全部ってさっきビットコインとかも入ってたじゃないですか。はい、ビットコインも入ってます。全部。それもなくなる？証拠金に足されてるんですよね。つまり、うん。多分、ホーリーとかの辺も、証拠金にできるのがこれですっていうのは、一覧が実はあって、証拠金の対象になるやつと、ならないやつっていうのが、ちゃんとヘルプに載ってるんですよ。うんうんうん、で、一応、ズームのチャット欄に僕が貼っときます。あ、はい。ありがとうございます。貼っといたんで、これ開いてもらうと、はい。まあ、これ FTX のただのヘルプなんですけど、うん、ノン USD コラテラル、まあ、つまり USD 以外の証拠金だよっていうのがあって、ここにリストされてるやつは全部対応してますけど、うん、ウェイトって書いてあって、その掛け目ですね。つまり、まあ、1万ドル分の BTC があったとしても、9500ドルとしかカウントしないよみたいな掛け目がついてます。だから、ここの証拠金に載ってるやつは自動的に USD の証拠金と同じように扱ってくれるけれど、うん、その、当然ロスカットするときにはもう証拠金全部持ってくよ。0.6 のとかすごいです。0.6 はマジ、その掛け目が。すごいみたいなことですよね、要はこれ。草だから、まあ一応担保にするけど、担保うちももらってもみたいなことです。思ってるってことですね。FTX からすると。ちなみにホーリー、あ、ホーリーある。よかったですね。ホーリーありますよ。あ、本当だ、ある。0.85 だけど。あんまり欲しがられてないですね。だからホーリーもさっき入ってたんで、さっきモッチーがポジション1000ドルとか取ってた時に実行レバレって 0.65 とかなってたの。なってました。だから、ホリーとかも全部足した額に対しての1000ドルのポジションっていうのは 0.65 だよっていう。なるほど。感じだと思いますね。はい。ということで、今ポジション見てみると、多分大体トントンのラインにちょうどいるんですけど、利確したいじゃないですか。うん、あ、なんか、適当にこのポジションをクローズするための買い差し値を入れたいと思うんですけど、うん、右に今ポジションの右にあるマーケットクローズっていうのを押しちゃうと、うん、あ、下ですね。下のさっきポジション。これですね。はい、はい。これを押しちゃうと、これマーケットってマーケットオーダーの略で、成り行き注文なんです。うんうんうん、成り行きでこのポジションを閉じますよってことなんで、まあ、なんか適当にポジションを閉じたいときはこれいいんですけど、うん、とりあえず今回は差し値でポジションを閉じるってことをしたいです。うんこれもう押したら一瞬でそうなっちゃうんですね。押したら一瞬で躍動します。怖っ。で、今度は買い戻しのポジションなんで買いをしなきゃいけないんですけど、あ、これ売りの場合は逆ですね。売りの場合は買いで閉じるんですけど、うん、クローズポジションっていうのが分かりにくいんですけど、バーの横にボタンがあります。それを押すと、ちょうどアマウント
のところを今持ってるポジション数に合わせてくれるんです。っていうのは、その今持ってるショートポジション以上に当然買いをすることもできて、そうするとその差分が今度は買いポジションに土填されちゃうんですよね。そういうことか、そういうことか、今、すごいめっちゃ買ってた。そう、だからぴったり自分が持ってるポジションと同じ数の買いを入れると、ぴったりポジションが消えるんですけど、うんうん、ちょっとでもオーバーすると、そのお釣りの分が買いポジションになっちゃうんで。あ、だからこれピッと押したらそれができるってことですね。ピッと押すと、ピッとその同じ数量が入るんで楽なんですよね。やばい、今これマックスにしてたら、クローズプラスめっちゃ、買いのポジション入るみたいなことですね。今画面出てますよね。クローズポジションしてさらに 19.25 倍のレバレッジ。やばいやばいやばい。やばいんで、怖い怖い。クローズポジションを押して、クローズポジションを押して、今自分のそのポジションって、確か38,028ドルなんで、まあ、仮に例えば38,000ドルとかで閉じられれば、利益になりますね。ちょっとだけ利益出ますね。38,000とかで。お、ちょっと今下がってきてますよ、ちょうど。よし。で、バイって押すと、はい。はい、ポジションが出る。で、これが今ポジション乗っかってますけど、板に。これが約定すると、まあ、利益になりますね。3分が利益になると。まあ、数ドルとか、コンマ数ドルだと思いますけど。いや、でもそれでも利益は利益だ。まだ、まだ今、オープンオーダーのところを押すと、多分、そうですね。オーダーが見える。はい。うん、まだギリギリ役所してないんですけど、ね、まあ、役所しそうですね。そうですね。したかちょっと、あ、来たんじゃん。あ、来た。おお。そしたらポジション消えました、ね。で、ポジション閉じると、まあ、これ FTX の便利機能ですけど、あなたの利益こんくらいですよっていう画面が出ます。おお、はい。今のそうだったんだ。そうです。はい。なんか急にキャンペーンが出たと思って閉じてしまった。あれは単なるおめでとう画面。あ、おめでとう。なんかキャンペーンに加入されたぞみたいな。押してもらうと、まあ、何やったかっていうのが分かります。おお、ね。まあ、順番、時系列で重要なのは、まあ、普通なんかイメージだと、買いから入って売りで終わるんですけど、うん、まあ、売りから入って買いから閉じられるよってことで、時系列的に売りの方が先に来てて、うん、後から買ったよっていう、まあ、これだけなんですけどね。うん、なるほど。で、一番右のバリューを見ると、1,000.08ドルで売って、うん、19.40ドルで買い戻してるよってことなんで、うんうんうん、まあ、この差額が利益、まあ1ドルもないです。うん、0.6ドル。まあ、0.6 ドル利益出したと。くらいが、まあ、利益になりましたよというのが、まあ今回のショートポジションですね。なるほど。じゃあこれ、本当の普通の先物だったら期限とかってあるけど、永遠にこういうことカチャカチャ、現物と同じような価格でやり続けられるのが無期限先物ってことなんですか。そうです。無期限先物の魅力というか簡単さですね。うん、なるほど。なんかちょっと人生初めてショートしてしどうですか。ちょっと利益も出ましたよ、もっち。なんかね、ちょっと楽しかったです。ちょっと楽しかったです。なんかゲームみたいな、なんか。はいはいはい、確かに、うん、ちょっと怖いですけど、なんかこういうのにハマっちゃう人がいるのはちょっとわかるかもと、なんかすごい見ちゃいそう、うん、カチカチ。確かに、あのショートもできるようになったら別に上がっても下がっても理論上は利益出せるはずなんで、うん、そうするとさらに相場に張り付くような生活になるかもしれないと思う。そうですよね。でもこれショートのポジションそのまま置いて何日とかっていう感じじゃないですよね。いや、でも別にそういうことありますよ。僕結構あります。あ、そうなんだ。はい。ショートのポジションを置いて何日かって、ね、やるときに気をつけなくちゃいけないこととか、ちょっとそしたらなんか概念としてなんですけど、うん、やっぱショートおすすめしますかね、その一般的な仮想通貨トレーダー。一般的なって話で言うと、うん、まあ、本当の初心者とかだと、うん、まあ、他に覚えることがいっぱいあるんで、うん、まあ、なんか、うん、そこまで優先しなくてもいいんですけど、うん、まあ、例えばその相場が、まあ、どう考えても下げる相場だろうと自分が判断したときに、うんうん、その、買いしかないとやることないじゃないですか、基本的に。うんうん、で、そういう中で利益を出す方法として知っておくっていうのは、まあ、重要であるってことと、うん、あと、これは僕よくやるんですけど、まあ、BTC では基本的にショート、まあ、してもいいんですけど、うん、BTC じゃなくて、なんかもっと、高騰無形な、草コインが、うん、まあ、これまた高騰無形な値段がついてるときっていうのがあるんです。うんうん、なんか、
いや、いくらなんでもみたいな。うんうんうん、このゴミにこの値段はありえないっていうジャッジができる時が結構あるんですよね。そういう時にショートポジションを取ると、うんうん、スターコインは、その、買いから入らず売りから入るっていうのが、うん、まあ、僕は結構よくやることですね。草コインもでもこういうパーペチュアルの板ってあるんですか？あります、あります。FTX はあります。うん。うん、結構あります。なるほどね。じゃあ、草コインは確かに場合によっては、例えば最近でそういうのがあったとしたら、なんかビタリックが柴犬コインのやつぶっこ抜くっていうのがあったじゃないですか。はいはい、そういうイベントがあったときに、もう結構短期で、もう一気に下がるのが分かってるんで、はい、ポジション取って、まあ、ショートで。実際その時に僕も、はい、芝のショートポジション取りましたし、まさにその時に。あとは同時デーとか、そうですよね、イベントが。デビットで煽ってるやつとかで、うんうんうん、もうこの時間には、このくらいまで買い上げるぜみたいなやつの時間に合わせて勝負するとか。なるほど、なるほど。そういう使い方をしっかりしますね、よく、うん。自分は逆に逆で、例えば何月何日に開発ロードマップのなんか重要なやつがあるとかだと、その前に例えば草コイン買って、うん、その直前に売るみたいなのを結構やってたんですよね、うん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 、この企画でも。はい、はい。別にどっちでもいいわけですよね。だからどっちでもいいんですけど、まあ、その僕の場合はなんですけど、草を心から信じられないじゃないですか。うん、なんか僕が信じてるよみたいなこと言わないでください。ですると、例えばそのタイミングを逃すことってのはあると思うんですよ。はいはい。なるほど。自分が買ったところがたまたま天井だったとか。あ、でも売りから入る場合って、うんうん、自分が入ったところがそこだったっていうこと、草コインにあります。自分が売ったとこがそこだった。つまり、この生涯この休みを割ることがないっていうシチュエーション。ああ。なんか、例えば、うん、その、心から信じた柴犬コインが、はい、自分の買ったところが、もう、オールタイムハイかつ、生涯この高値に一生戻ってくることがないっていうことは、起こり得ると思うんですよね。うん。柴とか。ありえますね。全然起こりますね。でも、うん、柴が、すごい、まあ、そこって言ったらおかしいけど、すごい上がったとするじゃないですか。うんうん、そこで売りポジションを持って、うん、なんか一生助からないみたいな。もう二度と芝居のこの値段まで下がってくることがないってこと、あると思います。ショートで言うと、要はこのショートって、どっかでショートを入れた後に、はい、もうずっと損し続けるみたいな。もう、そうそう、ずっと上がり続けるってことですよね、芝が。そうです。それはないですよね。そうですね。断言できます。さすがにいつかは折れて。さすがにいつかは折れる。うん。ってなるじゃないですか。だかその、なんか、いつか助かるか助からないかって重要なんですよね。あー、なるほど。つまり、大きな流れの中の、うん、つまり、大きな流れとしては、草コインはいつか全員死に行くという前提があるとすると、うん、その前提があるとするとっていうか、僕はそう思ってるんですけど、うんうん、なるほど中でも特に生命力が弱そうな草は基本短いブームが終わると、うん、もはやなんで俺らあんなの買ってたんだっけみたいな感じになると、うんうんうん、それとそのロングポジションとショートポジションどっちが助からない可能性が高いかっていうとロングポジションの方が助からない可能性が高いんです。あ、確かにロングはお祈りポジションだもんね。そうです、そうです、うん、で短期を外した時に、うん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 、なんか外して、まあ、損切りするんだったら別にまあどっちでもいいんですけど、損切りしてもう売買忘れようってなるんだったら、うん、まあまあどっちの位置でいいんですけど、うんうんうん、ショートポジションだとあやっべみたいな、ちょっと担がれちゃったみたいな、自分もショートポジションを取ってから、うん、さらになんかよくわかんないけど上がっちゃったなって思っても、うん、まあでも下がってくるっしょみたいな感じになるじゃないですか、うんうん、なぜならいつか死ぬからっていう感じなんで、レバレッジめちゃくちゃ無理しないショートポジションだったら、うん、むしろ強気に上がったら売り増していくとかできますし、うん、結構僕は強気にショート取れるんですよね。草に関して。草も本当にしょうもない草についてはですね。うんうんうん、なるほど、なるほど。そうです。だからまあ、なんかどっちから入るかの概念で、うんうん、まあ、そういうことですね。つまり。これはめちゃくちゃ参考になりました、自分も。ちょっと草ショートしようかなというのは思いました。ね、めっちゃしたくなりました。ただあれですよね、ショートした後に草がでも謎にいきなりまた結構、なんかね、2、3週間とかずっと開け続けることもあり得るわけじゃないですか。うんうん、ありますね。
その場合はなんかどっかででも損切りやっぱするんですか、そうなったら。それとも結構もう長期で持つの か。めちゃくちゃ損切りしなきゃいけないほどのめちゃくちゃなポジションもないっていうか、相当証拠金に余裕のあるポジションを持ってることが多くて、うん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 、要するにまだ自分の持ったところから上がるってことを前提に入るんですよ、最初。うんうん、で、さらにまだ上がったら、ほんのちょっとずつポジション足していくみたいな感じで、どんどん売り増していって、平均単価は言えるんですよ。うんうん、ああ、そう、逆にそうなんですね。だから、ショートの方では損切りはあんまりしないんですね、その点で。僕はほとんど、まあ、BTC だったらしますけど、BTC とかイーサーはしますけど、うんうん、なんか、芝とかアンプルとかのショートで、うん、損切りしてるってことはまずない。アンプルは永久にショートすれば、いつか勝つときは来るけど。あれまあ、そういうことですよね、草小屋だから。永久にショートをしてたら、理論上、いつか価値が来る。特殊で枚数が減ったりとかあるんで、まあ、ちょっとあれなんですけど。うんうん、ちなみにこれ、1回ショートして、まあ、なんかさっき11万、なんか結構上の価格にならないと、これはクローズしませんみたいな話あったと思うんですけど。ロスカットですね。はい、あ、そう、ロスカットされませんって話あって、その間ずっと、その期間だったら、期間というか価格の間だったら、めっちゃ含み損あっても別に何も損は確定しないってことなんですか、自分がクローズして。確定はしてないですね。まあ、含み損は含み損なんで、現実から目をそらしてはいけないんですけど、うん、確定はしてないのはそうです。なるほど。だから多分税務処理上も、その状態で例えば年末をまたいの場合は、うん、特に何もないはずですね。うん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 、ちなみにこれ今、私さっきポジション、USD で組んでたじゃないですか。そしたら今ある引き出せたりしできなくなるんですかね。ああ、そうです。証拠金としてロックしてる間はダメですね、うん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 。はい。なるほど。使ってるんで引き出せないです。はい。はい、じゃあ、もちろん全額引き出せないとかじゃなくて、本当にギリギリコアの部分だけ引き出せないはずです。うん。うんうんじゃあもし何かがあってすぐに現金化しなくちゃいけないとかってなったら一旦もう仕方ないく、そうですね、ポジションクローズですと、いきなり資金がって抜くと、うん、そのエスティメイテッドリクイデーションプライスがいきなり変化するはずなんで、要するに証拠金が少なくなるけど、うんうん、スカットまで余裕がないかなです、うん、そうですよね、確かに、はい、そこ注意した方がいいですよね。スカットラインがぐっと近づくはずなんで、そこ気をつけてください、うんうんうん、自動でなんかクローズされちゃうみたいな感じになります、うん、気づいてないうちにロスカットされたみたいな意識してない。まあ、さすがにそれは何か警告が出るんですかね。うん。はい。ああ、でもまあかなり参考になりましたね。これはちょっと自分もこの話を聞きながら、ああ、まあ確かになんかあると、うん、割と長期でショートしてもいいかなってちょっと思っちゃったな。めっちゃ草コインのショートしたくなりました。いや、僕は止めないですけど、ちょっと怖いですね。それはそれで。うん。それでロスカットされたら、またネタにしましょうか。確かに。なんか、しかもこれ結構ちょっと好きかもしれないです。なんか。本当にショートの方が好き。なんか、今のすごい楽しかったんで、ちょっと。おぉ、いいですね。顔を見つけてやってみます。ただこれ調子乗ってわけわかんないことやると、全部、やっぱショートのやっぱ怖さで全部やられちゃう可能性ありますからね。確かにね。うんそこだけですかね。でも自分もちょっと今回そしたら、この次の数週間、ショート何回か仕掛けていこうかなと思います。うん、やっぱりイベントが決まってる時がやりやすそうだなってやっぱ聞いてて思いましたね。うん、なんか昔だったらスウェルとかありましたよね。なんかイベントで、イベントが始まった瞬間に価格が落ち続けるみたいなことあるんで、たまに。そういうの面白いかもしれないと思いました。はい。じゃあ、一旦ここまでしようかな。もっち他に何か質問。今のところ大丈夫そうです。はい、分かりました。今回かなり自分も参考になったので面白かったので、FTX でショートしたりとか、うん、アルトコイン、まあ、もしくはビットコインをショートするって人は、ぜひ参考にしてみてください。はい、じゃあヨーロピアさんありがとうございました。はい、はい、非常に参考になりました。はい、あで宣伝したかどうか分かんないのでもう一回言っておきますが、クリプタックさんにスポンサーしていただいているので、なんか毎回後になっちゃまずいですね。はい、反省会用に特別に 15% オフのコードをいただいているので、有料プラン使いたいって人はぜひ使ってください。もち最後クリプタックの宣伝お願いします。よろしくお願いします。はい、こっちに夢中になる。分かる、自分結構これに集中してた。もっち、じゃあこの後でまた後ほど後日 FTX に起こるって企画何かあったらやりましょうか。分かりました。FTX は好きなんですかね。
別に好きではないですけど、まあ、取引所はやっぱちゃんとしてるなとは思いますけど、ね。あ、本当ですか。でもちょっともしあったら、はい。デファイよりは FTX の方が好きって感じですか。うん、全然好きです。でも何かあったらメモしときます。わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ今回ここまでにしようと思います。また次回、やっていこうと思うので、ぜひまた見てください。では。